参りましょう。ようこそ三浦浩二の部屋へということで、本日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。ちょっと1日2日ちょっとタイムラグあるかもしれませんが、アークス、とレッドハリケーンズの、新入団選手が発表がありましたということなので、大学からリーグワン行く選手ちょっと今まとめているところですが、それを更新させていただく動画をお届けさせてください。よろしくお願いします。ちょっとやっぱアークスとなんか明治のラインができつつありますね。面白いということで、参ります。ですいません、しつこいようですが、今までやったのはスピアーズということと、スティーラーズもやりましたね。で、ブレイブルーパスもやって、で、グリーンロケッツも、グリーンロケッツ結構やっぱね、来ましたね。で、直近ではブルーレブズと、ああいうところをさせていただいて、ブルーレブズも結構取りましたよね。特に下3人が強烈ですね。ということで、本日は、まずは、シャイニングアークスと、ああいうことで、皆様、大人気な人たちが、ね、行きましたね。ジャンということで、皆さん、大人気は、飯沼蓮と見せかけて、もちろん飯沼君も、あれなんですけど、なんといって松本純也君が、シャイニングアークスっていうのは、僕はちょっと飯沼君よりも松本純也君の方がちょっと嬉しかったなぁなんて思いますね。一人一人ご説明させていただくと、もうご存知、明治のキャプテンだった、もう本当に明治、何年生 ?2 年生ぐらいからでしたっけ、レギュラースタメンだったの。福田君の後か。で、本当に体張ってですね、特に大学4年の時はですね、アタックよりもなんかディフェンスに僕はちょっと、ちょっとハートを感じて、当然ベスト50にも選ばさせていただきました。で、氷川から明治、弟さんも確かそうですよね、今ね。で、明治大学出身のアンダー17、アンダー18の日本代表、高校日本代表ということで、もう輝かしい経歴の持ち主だということでございます。で、塩根ヘマロとアフェムイさんは僕ちょっと存じ上げてなかったんですけど、朝日大だと。で、東海リーグベスト15って186センチ114キロ、またこれすごい強い選手だと思います。1999年か。ということで、ちょっと大学選手権も最近常連になりつつありますよね、朝日大。かといってね、やっぱりあそこの1勝がなかなか壁が高いんですが、どんどん強くなってる朝日大の留学生の、朝日大も留学生結構積極的に取ってるんで、そういう意味ではきっと、ちょっと勉強不足の三浦は本当申し訳ないんですけれども、いい選手ということで、聞いております。ちょっと仲間内に聞いたら、すごい強いですよみたいな話はしてたんで、楽しみにしてます。で、松本純也ですね、佐賀工業だったんですね。佐賀工業はやっぱり五郎丸さんはあれだけど、なんだかんだなんかフォワードのイメージがあるんですけど、なんかすごい選手やっぱたまに出てきますよね。ちなみにどうでもいいんですが、3月17っていうのは僕と同じ誕生日だっていうのが、松本純也君をさらに僕が好きにさせてるすいません。そうですね、セブンズですね。だから、ハノ選手とかもセブンズだから、やっぱり、アークス行ってよかったんじゃないかなと思います。で、最後、柳川選手がプロップで182センチ、114キロ。相当強いんでしょうということなんですが、で、入れ替え戦、ちょっと、大体、ちょっと厳しかったですね。治水なんですね。治水館から大体って結構これルートあるんですよね。楽しみにしてますが、やっぱいい選手取ったな。まあ、ちょっとこれ繰り返しで申し訳ないんですけど、もう、大学から、リーグワンの、しかもディビジョンワンに行く選手っていうのは、もう間違いないっすよ。間違いないっす。だから、すごいとか、そんな話じゃなく、誰がどこに行ったのかっていうのを皆さんと一緒にチェックして、これからリーグワンを楽しむっていう形にした方がいいから、この人は
どうなのとかは多分ないです。そんなリクルーターの人とかね、向こうだってまあお金も関わってきますから、そんな変な買い物はしないっていうのがもう本当にここ数チーム作ってみた三浦の雑感で感想でございます。うん、飯沼くんね、湯本選手か、レイドローもいて、なかなか楽しみですね、これね。で、松本純也くんは、ウイングね、小泉タスクさんとかがいて、小泉さんも明治だもんね。まあ、小泉さんもいい年齢だから、もしかしたら世代交代っていうことで松本純也くんがガンガン行くっていう感じかな。楽しみしてます。ぜひとっとと試合に出てもらいたいなという感じです。で続きましてレッドハリケーンズはですね、ちょっと僕もそんなに詳しくなかったんですけど、一番最初にお話しさせていただくと、右下の小村健太君はですね、春、去年の春、帝京で注目してた3人のうちの1人なんですよね。で調べました、その時で、ハミルトンボーイズ高校から帝京なんだと思って、すごくキレッキレで、素晴らしい選手だなと思ったんですけど、まあちょっとどういう事情か分かんないですけど、秋がねそんな出てなかった、リザーブに1回入ったぐらいかな。ちょっとなんですけど、すごくいい選手だなと思ってて、帝京出てないなっていうのが残念だったんで、このハリケーンズでもう試合での楽しみにしてます。小村健太選手楽しみにしてます。で、小島良生選手と山内海斗選手は日本大と大東文化大でそれぞれあれですね、佐賀工業じゃん。ということは山内海斗選手とあれか松本純也君は同期なのかな。で、それぞれスタメンもちろん2人張ってる選手でしたね。だからプロ両方プロップ取ったと。そっか、そうだね、ハリケーンズそうですね、なんかバックスはなんかバケモンクラスがいるから、今本当フォワード怪我人も多いですしね、ちょっとチャンスなんじゃないでしょうか。小島良生選手は秋田工業からの大東文化、2人とも180、うわーやっぱ体でけえな、もうプロップってもう180超えねえとダメなのかな、最近188cm 125kg が山内海斗選手、小島良生選手が 183cm の 121kg ということで、2人とも素晴らしい選手だと思いますということで、活躍楽しみにしてます。小村健太選手は特に楽しみですね。てな感じで、シャイニングアークスとハリケーンズが本当同日でしたよね、発表してたので、すいません、まとめてお届けさせていただきました。他は今のところ紹介したチーまだ紹介してないのはサンゴリアスとかごっついんだろうな今年も。でワイドナイツもまだ発表未発表ですね。ブラックラムズもまだか。なんか楽しみですが、この資料をどんどん更新していってですね、最終的にはこの資料を見れば誰がどこ行ったか一発で分かるような感じで、お届けできればなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。頑張れリーグワンでも頑張れということで、レッツラグビー。